皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディです。この時間は小学校6年生国語関連する作品を読んで推薦しようの第3時間目です。学習は教科書とノートを使って行います。画面上の緑色の背景に書かれた文字はノートに記入します。一時停止のマークが出たら動画を停止してノートを書きましょう。では学習を始めます。教科書174ページを開きましょう。初発の感想の第2場面では、みこちゃんが生きていてよかった。ひろこちゃんの暗い影が何だろうと思った。などの感想が書けていましたね。私からみこちゃんを預かり、7年間育てたお母さんは、どんな思いだったのでしょうか。そこで、本次の狙いは、7年間ひろこを育てた母の思いとそれに対する私の思いをまとめようです。7年目の場面174ページの7行目から181ページの7行目までを育ての母や私の行動や会話に線を引きながら音読しましょう。音読して線を引くことができましたか？それでは育ての母のひろこに対する思いを書き出してみましょう。また育ての母の思いに対する私の心情も書き出してみましょう。育ての母のひろこに対する思いを書き出すことができましたか？お母さんの手紙の内容からは、まるで荷物のように赤ちゃんを預かりました。この子はきっとひろこの生まれ変わりよね。この子の身内の方が見つからないものか、などの思いを書き出すことができます。またそれに対して私はありがとうございました、ありがとうございましたと言っています。みこちゃんに会ってみたいと思った私は夏に会う約束をします。広島で再会した時のお母さんの言葉からは、ひろこはやっぱり私の子です。私は恥ずかしい。今度こそ本当にひろこのお母さんになります。などの思いを書き出すことができます。私はまた会う約束をして、その時まで何も打ち明けないことにします。またひろこちゃんの暗い影がいつまでも気になりましたという心情を書き出すことができます。さらにその後、お母さんは親戚の家での出来事から、やはり本当のことをもう言った方がいいのでしょうかという内容の手紙を出しています。では本次のまとめ、振り返りです。7年の間に育ての母の思いが荷物のように預かったから本当にひろこのお母さんになります
と変化していることが分かりました。あなたはその変化からどんなことを感じましたか？書いてみましょう。本日の学習は以上で終わりです。戦争や平和について書かれた本の読書は進んでいますか？今読んでいる本について家族に紹介してみましょう。それでは皆さん、さようなら。